レント、畔蒜優の元夫で格闘家、雑賀喜左衛門のが20日に、自身の SNS を更新し、新しい恋人と夜デートに出かける2ショットを公開した。雑賀は、パパは、久しぶりに夜な、夜なとブログをエントリー。パパ夜な夜な久しぶりにデート行ってきます。笑いなんかはずいな、よく考えたらしばらく二人でどっか行ってないよな、と新恋人と夜のデートをしたことを報告。雑賀には6歳の長女がいるが、ちゃんと娘は爆睡とぐっすり眠っていたとした。同居中の母親に、おかんにもたまにはいいんじゃないと言われと声をかけても、脱ったことを明かし、少しだけデート行きますとわずかな息抜きをしたという。最後に、はい。出会わせてもらいました。笑いと背中が大胆に開いた服装の新恋人との2ショットを添えた。雑賀は2014年に畔蒜と結婚し、15年5月に長女が誕生。19年12月に離婚を発表した。報知新聞社。